この時間は僕が知りたいな、学びたいなと思うテーマについて、毎回先生をゲストに迎えて、僕も生徒になってお話を伺いますって書いてますね。はい。で、今日のテーマがなんと。まあ、作曲なんですが、ちょっとその前に、せっかくなんで、入って喋っちゃいましたけど。いいです。悪いおじさんの話を。すいません。じゃあ、この先生です。はい、菊池成良先生、ご紹介申し上げます。じゃあ、ちょっと先にプロフィールだけご紹介しますね。音楽家で文筆家の菊池成良さんは、1963年生まれ。1985年にサックス奏者としてプロデビュー。ジャズに軸足を置きながら、ジャンルを超えて活動。音楽はもちろん、ラジオやテレビ番組のナビゲーター、コラムニスト、映画監督など、様々な顔を持っておられます。映画やドラマ、番組のテーマ曲も数々手掛けられておられまして、 NHK も大変お世話になっています。総合テレビで放送していた爆笑問題の日本の教養のテーマ曲も菊池さんによるものでしたし、そして2月には2010年代後半の映画作品の批評をまとめた本、菊池成良の映画関税撤廃を出版されています。ということで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ずいぶん距離空いてますよね。まあ、でも思ったよりは狭かったですね。もっと国連みたいにだだっぴらになって。そしたら。でも、小野さんと由紀さんの間はもう5、65、メーター。6メートル離れてますね。一コマ目の秘密の本棚をお聞きいただいてましたでもしちろん、ょうか。隣で。いかがでしたか？そうですね。うつさ悪いん読おんじでまさした。ん。ね。え？読んでましたよね。まあ、読んでました、もちろん。悪いお僕じはさんサですンね。さん。まあ、変なおじさんも亡くなったところですしそうね。ですね。志村けんさんですよね。ご自身では悪いおじさんという自覚はおありなんですか？どうなんでしょう。あんまないですけどね。典型的な悪いおじさんだと思います。どうです。僕、これ今回、菊池さんがいらっしゃるということで、じゃあ、植草さんの方も紹介しようかなと思ったんですね。で、その時に初めて、悪いおじさんのって誰がいるだろうと思って。で、まあ、伊丹十三さんそうですよね。伊丹十三さんは、悪い。愛妻家でお子さんもいらっしゃいますからね。さっまあ、きちょっの定と、義の重要なところが外れてますよまあ、ね。いいじゃないですか。あと、まあ、ゴダール。ゴダールね。渋沢辰彦。渋沢さんもね。でも、渋沢さんも、渋沢先生も愛妻家ではありま愛すね。妻家でね。まあ、愛妻家はいいんですよ、別に。結構。まあ、楽しいことしかしないとそうか、そう、正しいかっこことはいいしとない。か。あ、正しいことこはとしはしない。ない。まあ、荒俣宏とかね。あと、橋本治。っていう人とイメージが。橋本先生は悪いおばさんですけどね。おじさんってよりおばさんだよね。いや、それで、実は今日、それで、じゃあ、どっから始まったんだろうって考えたんですよ。悪いおじさんの時。まあ、昔から多分いたと思うけど。で、そしたら、偶然ね、植草さんって1908年生まれなんですよ。で、1908年に書かれた三四郎に広田先生って言われて、夏目漱石の三そう、四夏目漱石の三四郎。あれがやっぱり、三四郎に悪いことを教える。広田先生ってどんな先生？英語の先生ですね。で、東大教授になり損ねるんだよなりそこね、そうそうそう。それで、結局、なり損ねても全然平気で、まあ、どうでもいいやって。で、まあ、有名な冒頭のところに出てきて、三四郎が、いや、日本はこれから繁栄しますって言ったら、滅びるねっ滅びるねってていうね。悪いことを。で、実際に、まあ、三十数年後に戦争で滅びちゃうわけだからね。まあ、そうですね。だから、広田先生は当たってたと。そうですね。菊池さんが思われる、その悪いおじさんってどんな人ですか？ いやー、どうでしょうね。おじ文化っていうのが、まあ、あって、そのことを高井先生がおっしゃりたいのかなと。おじ文化っていうね。要するに、親におじ世話じゃないと。友達におじ世話でおもじないさと。んおじさん、おじさんに、まあ、おばでもいいんですけど、女性にとってはおば文文化化でしょうですね。ね。まあ、そういうもんが、まあ、失われちゃって、いると。で、まあ、愛妻家かどうかは別としてって話しましたけど、その子供がいないってのは重要で、おじさんにもし子供がいたら、その人別の空間でお父さんですからね。そうですそうなんね。だよね。だからお父さんが場所を移動して、ここでは今おじさんって役ですよってんじゃなくて、根本的におじさんである、ずっとおじさんであり続ける。植草仁一は、まあ、今継承略で話してますけど、僕らジャズミュージシャンにとってはもう大変な。様をつけたいぐらいの。おじさん。まあ、おじさんですね。悪いおじさんですよ、確かに。ただまあ、この人、結婚生活ももう、
ケチョンケチョンですよね。そうそうそう。あ、そうなんですか。ひどい、今、奥さんにケチョンケチョンに言われてるんで。奥さん同じ墓入ってないですから。あ、あんまり嫌だよ。はっきり言ってますから。あの、人生棒に振ったって。あ、そうですか。で、まあ、いろいろあれですよ。あの、いろんな戦前はにちょっと悪いことしたおかげで、なんていうんですか、男性のシンボルのね、小種がなかったっ、ね。うん、が、一個切られちゃって。それで、小種がなくなっちゃったんで。で、子供がいないからこそできたこの遊び人の文化ですよね。へ、うん、だからちゃんと家庭もやってね、奥様も大切にされて、で、いろいろ悪いことも知ってるから、俺悪いおじさんだぞって言ったところで、その、まだそれは悪いおじさんとしては完成してないというような、おはん定義を先ほどの、あの、厳格な定義からですね。そうですね。ええ。あと、ま、とにかくこの建物がね、変な、あの、やばいおじさんに壊されてなくてよかったなと。ネタは古いですけどね。ま、これ悪いおじさんとして一言言っておかないといけないところですね。菊池さんも今、はい、今、はい、悪いおじさんは必要だと思われますか？いや、どうでしょうか。あの、すでに僕は、高橋先生をしてですね、はい、高橋先生は悪いおじさんじゃないですよ。僕は違う。高橋先生はね、まあまあ、なんていうか、あの、お子様がいらっしゃいますから。そう。はい。何もね。何もね。なるほど。そうですね。ギリですよね。境界線、境界例っていうあの、離婚を経験されてるかどうかでね、はい、あの、男は違いますから。うん、あ、まあ女性も違いますけど。僕は、あの、正直、あの、離婚も経験してますし、子供もいません。今後も多分できないんじゃないかなと思うね。バッチリ悪いおじさんで、ね。なんですよね。だから、高橋先生は違うんだけども、じゃあ、僕は、まあ気持ちがね、おじさんって気持ちが若いんですよ。はい、植草仁一も多分、ガキみたいな、あの、男です。植草仁一の権威というもん、60年代から70年代末にかけてのサブカル上の特にジャズファン、僕はジャズファンであり、ジャズミュージシャンですけど、にとっての植草仁一の権威っていうのは、取っ払ってしまえば、まあ、ガキみたいな人ですね。遊んでたんだから、だって。ずっとね。ずっとね。いろんな、とにかく、僕は散歩と雑学が好きってね。タイトル、このタイトルはつけないよ、普通。大人のタイトルじゃないですもんね。そうですね。確かに。さあ、はい、ここらでちょっと、はい、音楽今回の飛ぶ教室のテーマ曲を菊池さんが作ってくださった。本当にありがとうございましたよ、ね。もうまさかこんなことになるとは。本当ですよね。そして、その、なかなか、こう、テーマ曲といっても、フルサイズで、バッチリ聴いていただくっていう機会が、この先もずっと、本当にあるかどうかわからない。まあ、番組の性質上ですね、ええ。上にナレーションが乗っからずに、ええ、フルサイズで全部聴くということは、あの、構造上ないですからね、最終回まで。ね、ですから、はい、菊池さんをゲストにお迎えした今日こそ、今日こそ、今こそ、聴かせていただこうかと。はい、まあ、今日だけですね。録音の方よろしくお願いします。はい、じゃあ、ご紹介お願いいたします。はい、どこ？菊池成吉さんの、作曲、飛ぶ教室の。ああ、ごめんなさい。はい。はい、じゃあ、ここ菊池成吉で、飛ぶ教室のテーマ。あ、もう、嬉しいね。ここだったね。はい、すみません。
よし、飛び教室のテーマでした。いいっすね。ありがとうございます。いやなんかさ、はい、もうこれだけで番組やった甲斐があるわ。はい。あのお聞きの方からも、うん、リスナーの方からもメールが来ています、うん、広島の56歳の男性ショウアンさんからです、はい、同い年ですね。僕とこんばんは、はい、こんばんは。ゼロ次元目を拝聴しました。テーマ曲がいいですね。あります。晴れた月夜の空を、うん、星を眺めながらふわふわと宙に浮かびながら漂っているような気持ちになりました。ありがとうございます。飛んでますね。これあの本当に僕聞いてなかったんですよ。はいはい。で正直言ってまた大友さんかなと思ってたよね。この前もね、やってもらったんで、まあ伊達の責任は取ってほしい、ね、そして聞いたらこれ絶対大友さんじゃないよなって。そうですね、うん、それで吉さんだって本当にびっくりして、はい、本当にねもう超嬉しいですよ。とんでもないです。小島さんあの、嬉しいですね、はい、あの番組スタッフは、はい、あの源一郎さんには内緒で依頼をしていたそうなんですけど、うん、そうです。なんかサプライズ作曲だとか言われて、はい、言わねえんだとか言うから、いやいいんですかそれでと思ったんですけど、まあうち番組のスタッフの方と打ち合わせして、うん、こんな曲を作ってほしいとかそういうお願いは、うん、したんですか。依頼はもちろん、はい、番組のね、まあこれは普通の、うん、なんですか、外注作曲のジョブと言いましょうか。うん、外注作曲のジョブの、 あの仕事の内容ですね。はい、あのあこういう番組だからって説明があって、はい、じゃあこんな感じでどうですかっていう、やり取りがあって、まあ作るんですけど、夜の番組だということとか。夜間ですね、まずね。夜間ね。あ、まあ、こちらの方でどこに力点を置きますかっていう。夜に置きますか、学校に置きますか、高橋源一郎さんのキャラクターに置きますか、という勉強に置きますかと、いろんなあるんですよね。で、あ、だったらこうしてくださいとかおっしゃるんですよ、ね。発注する人たちはもう勝手なもんなんで。結構うるさかったですか。いや、あ、まあ、好きなようにやらせていただいて。まあ、最後は下校のチャイムが、はい、ちょっと隠されてるんですよね。あ、下校のチャイムって大抵黙って、今日は黙って聞いちゃいましたけど、うん、通常、下校のチャイムって黙って聞かない、じっと聞かないですよね。うん、下校のチャイムも耳の片隅でこう、キンコンカンコンってのを聞きながら、おしゃべりしながら帰るじゃないですか。うん、だから、慣れがな、乗っかるということは、うん、まあ、最後番組の後ろの方で下校のチャイムが鳴るのだということだけを押さえとけば、うん、まあまあ NHK のスタッフはどうにかなるかなという。こんな感じで。あとはまあ夜間ですね、やっぱりね。夜ね。夜間と生間ですね、やっぱりね。ええ。あとやっぱり、ちょっと飛んでますよね。あ、浮遊感。これは、うん、難しいことは切れないですけど、音楽でこう浮遊させようとかね、うん、地に足つけさせようっていうのは、まあ単なる技術であるので、うん、浮かせて上がりますけど、ふわふわ。どうやってやるんですか？それもね、残りの時間的には無理ですね。キーって言われて、ね。次の質問に行きます。それは無理です。キーを明確にしないってことなんですね。はい。で、これ、どのくらいで作ったんですか？これは、いや、制作実時間は大してかかってないですね。3日か4日でできましたけど、うん、発注を受けて、打ち合わせが2日、実作に2日とかそんな感じだと思いますよ。僕、せっかくだからちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、今言った発注されたやつと、はい、まあ言ってみれば自発的に書くと、違いますよね。そうですね。これがね、難しいね、小説家と音楽家の違いですよね。あ、本当？発注されて書く小説ってあります？だって。あるよ。マジですか？あるある。だって。発注されて書くときはどんなことか。新聞連載とか。ああ。新聞連載でも先生小説でしょ？自由に書いていいんじゃないんですか？あ、いや、そうでもないんだよ。僕さ、あんまりもう大きい声で言えないけど。そうでもないんですか？一回、はい、もう時効だから言うけどさ、はいはい、書いたらね、最初の10回分。はいはいはい、そしたらさ、はい、こんなん載せられるかって言って、はい、1年延期になっちゃったへぇー。でもなんか、参問委員会が開かれてさ、はい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 、偉い人がずっと集まって、はい、ふざけんなとかって言われてさ、はい、なるほど。でね、一応、おとなしくまた1年後に書きました。はぁー。発注された通り。なるほど。まあ、なんて言うんですかね、いわゆるペーパーバッ昔の言葉、それこそ植草人知事時代とペーパーバックライターとかね、パルプフィクションの人とかは発注があって書くんでしょうけど、うん、先生みたいに純文学になったらないでしょ。いやいや、でもね、僕は発注されて書くの好きだもん。本当ですか？どれを発注されて書いてるんですか？まさかさよならギャグだし。いや、あれは発注。いや、でもね、あれ発注なんだよ。マジですか？つまり、だって、はい、つまり、お尻決められてたから。ああ、なるほどね。
何月何日まで書きなさいって言われて、はいって言って書いてた。まあ、ギリで純文学の定義からはずれてますね。ずれてますね。うん、だ僕に、はい、言ってもダメですよ。うん、ただ、そのぐらいですよ。うん、あ、そっか。音楽も。それは NHK の番組で何分間、うん、高橋さん先生の番組でこういう内容って言われりゃ、それはもちろん縛りは聞きますけど、うん、まあ、作曲が始まっちゃったらね、うん、今やりたい、やりたいなと思ってる雰囲気のことをに乗っけていくだけなんで、同じ同じですよね。だって音楽作るにしても書くにしても、それだけですでに縛りだもんね。そうですね。縛らないと存在しないから。じゃあ、全く何の縛りもなくて、はい、小説を書いたり、全く何のこう約束事もなくて、音楽作ったりするときっていうのは、はい、ないよ。あ、そうですか。まあ、原理的に言ったらないですね。ないですか。即興演奏とか言って、うん、何にもないですよ、さ。譜面もないですよ。はい、誰とやるかもわかりません、演奏が始まってやっとわかります。でもやらなきゃいけないことだけはわかってる、うん。そうですね。うん、まあ、極端に言ったら終わんなくてもいいですよ、と。うん、例えば言われたとしますね。はい、それだとしても、演奏したら自分ができるものしか弾けないですから。だから自分という縛りがやっぱり来て、むしろ自分という縛りがもうもっと露骨に来ますよね。そうそう、見えてくぜ輪郭が、はい、逆に自由になるほどね、ね、逆に縛りが強烈になってくるんで、だから先に縛ってもらった方が楽だよね。先に縛ってもらえばこんな楽なことないですよね。だから打ち合わせはすごく大切な時間ですね。さっきから悪いおじさんが自由になりなさいとおっしゃる話をなさってたような気がするのに。いや、でもそういうもんです。 おじさんそういうことだ。普通逆でしょ。だからおじさんが言ってることは普通で、だから自由っていうのはいいよねって、はい、でも自由や縛りのがいいよっていうのがおじさんだから。そうですね。あ、なるほど。悪いおじさんは縛られてる人に向かっては自由がいいよって言うけど、うん、だから常識と反対のことっていうか本当のことを教えてくれる、ああっていうことですかね。まあ、今さっきの続きというか、うん、なんでおじ文化がこんなになく、うん、必要だと先生が力説するに至るかっていうのはね、僕なりに忖度するとですけども、はい、父親が父親じゃなくなっちゃったからですね。うん、父親がガキと同じで、同じ仮面ライダー好きだとか、そうそう、同じアイドル好きだとか言って、まあ一見いいことですけど、うん、やっぱ親父っていうのは何考えてるか分かんない、臭い気持ち悪い存在で、うん、全然趣味も違うし、うん、こっちはピンクレディーがみたいなのに親父がヤシロアキばっかり聞きたんって、うん、そう、我慢の時間が子供に強いられるわけじゃないですか。それが成長です。そんな、そのね、全然俺とは全然違う生き物が困った時に助けてくれるんですよ。うん、だから友達でしょ、もう今。うん、同じですよね。お父さんがおじさん化してるってことですか。いやいやいや。お父さんが子供化してる。子供化してるの。同じスマホ使ってるしね、うん。子供用のスマホってないじゃないですか。はい、成人用スマホとかっていいですよね。うん、昭和っぽくて。これ大人用とか言って。まずいことがいっぱい入ってる。で、おじさん異物なんで。はあ。でも、お父さんが今だから、昔は強いお父さんに抑圧されてたでしょ。で、今だから友達っていうか、まあ、っていうかね、いないんだよね。いないのと一緒でしょ、うん。いないみたいなもんだから、だから結局お父さんどこみたいな。だから逆に、さっき言った縛りがない状態になってるんですよ。じゃあ、ところが、いや、これはまずいのは、縛りがないと思ってるけど、社会にガンガンに縛られてるのに気がつかない。女性として、はい、お母様、実際のお母様いらっしゃいますよね。はい、ご存命かとかちょっとね、生きております。お母様と、素敵なおば様がいたとして、素敵なおば様がね、この帽子いいわよとかね、あそこ行くとオリーブオイルのいいのってるわよ、みたいな情報をおば様の方からいただく。そうですね、それそうですね。でしょ、はい。なんていう、それがおば様じゃないですか、ね。はい。めちゃめちゃ頼りになりますよね。そうですね。で、おばさんいなくなっちゃって、それで、お母さんが自分とだいたい同じになっちゃって、二、うん、人とも韓流好きみたいなね。そう、うん、今回のジェジュンのことはいいじゃんか、みたいなことで。仲良くなっちゃったね、なんか。エイプリルフールそう、ね。エイプリルフールでね。みたいなことになった時に、うん、おばさまの存在がこう大きく出てきますよね。うん、そのおばさんやっぱ見込んであってほしいですよね。そうね。見込んで綺麗でね。うん、お母さんって、要するに母ではないというね、要するに計算譜ではないのだという。まあこれは別に女性に対するあれではないですけども、ただカルチャーの話ですけど、であってほしくないですか。だからそれと一緒だと思いますけど。なるほど。ただどんぐらい必要かな、今更おじさんが出てきてどうなんだろうって気は若干しないのかないですけど。だからおじさん的な何かだよね。そうですね。もしかしておじさんじゃないのかもしれないけど。自分の中におじさんを持つみたいな感じ。わかんない。何か昔おじさんが役目を果たしてた、はい、来てね、うん、頑張るよって言って、こっちに行くと自由になれるよって教えてどっか去ってっちゃう何かがあったらおじさんです。あ、それがない。その番組が悪いおじさんを目指したらいいんじゃないですか。それおっしゃる通りですね。そう。そう。ラジオっていうのは実は悪いおじさんの資格があるんだよね。そうですね。
たこまめの授業、今日の先生は音楽家文筆家の菊池成吉先生でした。ありがとうございました。さあ源一郎さん、今日の飛ぶ教室、はい、そろそろ下校時間です。いやー、帰りたくないな。なぜですか？いや、あのね、はい、いや本当に今日菊池さんをちょっと招きして、はい、まあさっき言ったように悪いおじさんの話をしたかったんですね。で、あの、いや、最初そこまで考えてなかったんですけど、はい、あの、悪いおじさんが実際のおじさんでなくても、あの、そういう場所とか何かがあって、あの、本当に困った時に、あの、聞いたら教えてくれる。で、それはなんか知識を教えてくれるんじゃなくて、生き方とか、なんかそういうものを教えてくれるのが多分おじさんだと思うんですね。で、僕そのおじさんの、まあ、物語っていうか話っていうのをちょっとまあ、作ったことがあってですね。はい。あの、まあ、おじさんってどういうのかって、まあさっき言ったように、親戚からは嫌われていると。で、みんな真面目に働いてるのに、あんな奴の言うことを聞いたらダメになると言われると。ところが、おじさんはもう遊んでるのに全然あのダメにならなくて。だから普通、アリとキリギリスで、キリギリス死んじゃうでしょ？はい。冬になっても死なないキリギリス。と、それって、あの、真面目に働いている親戚たちにとっては、目の上の炭鉱なんだよね。あんなにね、つまりきちんと働かないと、真面目に生きていかないと、社会の中でダメだよって言ってるのに、そうじゃない。もう楽しそうに、はい、で、あの人はダメ、あっち見ちゃダメっていうのが、あの、おじさん的存在だと思うんです。で、このお話には、実は最後のエピソードみたいなのがあってね。で、おじさんは、あの、最後に、おいっ子に向かって、じゃあ僕と一緒に来るかいっていう。おじさんみたいな人生を送るかいと。でもね、さっき言った、どんなにすごいと思っても、ごめんおじさん、僕にはいけないって。言うの。ね。言って、それで、おじさんは、そうか。そうなっちゃうんだよねって去って。すると、あれだけ文句言ったお父さんが、お父さんも、本当にあいつはダメだってね。あいつの言うこと聞くなって言ったお父さんが横に来て、お父さんも実はちっちゃい頃一緒に行きたかったんだよ。っていう存在が、おじさん。だから、いつも、僕さっき言った条件の一つに、憧れなんですよね。もしかするとみんなは、あの、働かないとか、ね、社会の言うこと聞かないとか、遊んでるとかね、まあ結婚はしてるけど子供作らないとか、もうあいつは社会の義務を果たしてないってガンガン文句を言ってるけども、心の底では実は憧れてて、で、実はなんか応援しててね、文句を言ってるけど、あの、あいつが自由でいる限り、何か、この世社会も捨てたもんじゃないなって思わせて去っていく。なんかね、まあ、風天の空さんもそうだよね。そうですね、うん、だから、実際にそういうおじさんはいなくないのかもしれないけれども、はい、あ、そろそろ来週の予告をしておかないと、はい、そうでした。次回の放送は来週4月10日2コマ目の先生は作家クリエイターの伊藤聖光さんです。はい、飛ぶ教室、高橋源一郎と小野文恵でした。いや、すいませんね、来週も遅刻しないでねっていうか、僕が遅刻しそうですが。